こんにちは、東進自由研レスリング部の東坂恵里です。土性沙羅です。今回の動画は前回の初級トレーニングに引き続き中級編のトレーニングをやっていこうと思います。体幹のトレーニングからいきたいと思います。結構やったことがある人も多いと思うんですが、一緒にやっていきましょう。基本姿勢はこちらになります。お尻が上がりすぎたりお腹が落ちたりしないようにしてください。落ちすぎず上げすぎず、ちょうど真ん中、ここをキープして、はじめはこれを10秒、そしたらその後は片足を上げた状態で10秒、そしたら次はその足とは反対の手を上げて10秒、足を交代して上げて10秒で手を伸ばして10秒いきたいと思います。その時に、片手片足の時にこういう風に斜めにならずに、なるべくまっすぐなるようにしてください。それではいきます。よーいスタート。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、右足を上げます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、次左手を上げます。右足と左手を上げます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、次は左足を上げます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 右手を上げます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、トレーニング2つ目は四股のオープンクローズというものをやります。まず90度、このスクワットの姿勢から足を開く。腰四股っていうのがこの状態なんですけど、スクワットの姿勢から足を開く、閉じる開く閉じる開くというトレーニングをやっていこうと思います。では四股の状態から始めます。いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、足きつい。足を振って。はい、次は四股の前後ウォークをやりたいと思います。さっきの四股の始めの状態から前にゆっくり進んで10歩、後ろにゆっくり下がって10歩やります。足がきつい人もできるだけしっかりこの状態から上に上がらないようにしっかり腰を落としてやってください。それではこの状態から前に10歩歩いて後ろに10歩下がります。いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、下がります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 次は腕立て3種目というのをやりたいと思います。普通に腕立て伏せをするの、手を開いてやる腕立て、そして閉じてする腕立ての3種目を7回ずつ一緒にやりたいと思います。親指と人差し指で三角を作るイメージで閉じていきます。
これも難しい方は、膝をついてやってください。それでは普通の腕立てから7回いきたいと思います。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7。次は腕を横に広げます。いきます。1、2、3、4、5、6、7。よいしょ。次は閉じて、せーの、1、2、3、4、5、6、7。はい、閉じてやるのは私も苦手ですが、徐々にやっていけば強くなると思うので、皆さんできなかった方も継続してやってみてください。はい、これで今日のトレーニングは終わりになります。皆さんお疲れ様でした。次の動画もぜひまた見てください。じゃあねー、バイバーイ。